課長ってゲイリー鈴木に似てるって言われません？はい、そういったわけでございまして、ギターフロンティアへようこそ。本日のギターはこちらです。大変貴重です。 HD80S ヘッドウェイですね。1980年製。まあ、当店もね、ヘッドウェイさんは正規代理店ということなんですけども、こちらね、当時限定100本で、ご存知の方も多いと思うんですけども、ヘッドウェイさんって1977年創業なんですけども、83年に火災で1回、まあ、製造というかね、製作終わってる、1回止まるんですね。そしてしばらくしてからベースとかエレキギターの製作がまた復活して、1999年にまた、アコギ作るんですけども、こちらはですから旧工場でのいわゆる昭和ヘッドウェイということになるんです。それも限定当時の100本ね、1980年だったので、これちゃんとプレートが入ってるんですけどもね、80とね、 HD80 と入っています。でこちらね、当時のスペックカタログなんかによりますと、まあ、ネットでも出てるんですけども、トップスプルース単板、サイドバックローズウッド単板、エボニー指板、マホガニーネックってことなんですけども、これね、僕もさっきいろいろ検索して見てみたところ、ある方が当時買った方ね、自分のギターこう紹介してるんですよ、写真とともに。でどう見てもその方も後ろのね、特に模様とか見ると、これローズウッドってことなんだけど、どう見てもマサメのハカランダじゃないかっていう方、そういう記事があったんですよ。僕もそれ見てね、どれどれって見たら確かにそういうふうに見えますね。僕もね、自慢じゃないですけど、ちょうど80年前後のね、国産のハカランダマサメのオール単板のアコギ持ってるんですよ。それにめちゃくちゃ似てます。ちょっとわかる、この辺がね、そんな感じなんですよ。これもしかしたらそうかもしんない。当時のね、日本のギターって、初期ヤマハさんなんかそうなんですよね。実はカタログスペックより初期モデルいいもの使ってたりします。昔の L シリーズとか FG なんて超初期モデルはオール単板だったりするのが実際ありますからね。そういうこともあっても不思議ではないのかもしれません。そしてね、この別光風のピックガードも初期のやつは本別光だったって話もあるんですよ。これはどうかわからないですけど、見た感じではね。さあでもね、とにかく状態はいいと思います。43年経ってますが非常に綺麗だと思います。細かいところはこちらのカメラでどうぞ。はい、それでは細かいところ見ていきましょう。ヘッドウェイの HD80S です。ボディートップからまず見ていきましょう。トップスプルース単板、状態まずまずだと思いません？43年経ってますけど、まあ、細かいでちっちゃな濁がちょこんちょこんたんですけど、わかるかな？あ、この辺、ほら、光の関係で、まあ、でもあんまり目立たないですよ。はい、こんな感じね。はい。で、この別光風なピックガード、これ、もしかすると初期型は本別光も使ってたらしいですね。中のプレートは金属プレートです。そしてここに、そこやったらいい。80限定100本のプレートが入ってるんですけど、ピント合うか。ね。はい。フレットはね、そうですね、残り6割、7割ってとこでしょうかね。まだまだ十分使えると思います。エボニー指板もまずまずの綺麗さ保っていますね。で、ヘッドなんですけど、ね、ここが、ほら、ダコンがある。ここが一番目立つね。そこが唯一残念です。そして、この高級な、ほら、めちゃくちゃ重厚なペグです。これもこのギターのオリジナルですよね。はい、ボリュートもしっかり作られてます。ネックも後ろ綺麗です、まずまず。でね、ボディバッグ、細かい、わかります？ほら、擦り傷。細かい擦り傷はあるんです、ほら。細かいの。ね。それなりに擦り傷はございます。さあそして見てください、このほら、この感じわかる？これは一見してこうはからんだではないかなと思われるようなこの模様ですよね。はい、サイドも見てください。ほら、めちゃくちゃいい木目なんですよ。これ本当にね、もしかしたらはからんだものかななんて思っておりますが、いかがでしょうか。さあそして当時の純正のハードケースも、これがまた立派でございます。これプレートもね、しっかりこうついて、当時のやつですよね。はい、ちょステッチもちょっとオレンジ色が入っていて、中開けてみます。あ、綺麗。
ですね。でここにね、あのこれ納豆とサラダを変えたんですね。ボディのこの味と、はい、ということで貴重です。ヘッドウェイ1980年製の HD80S です。インターフロンティアへようこそ。はい、じゃあまずはそうは言っても現行ですよね。6弦12フレット上で約ですけど 2.1 引くマット幅43、これ普通握りはね、そうだな、当時のやつだとそんな薄くないですけど U シェープと三角のちょうど中間くらいですね。さあじゃあね、問題は音ですよ。開放弦で、お響く、ここの辺にね、ずんずん響いてくる。うわ、震えてる感じ、わかる？カメラさん、今日 A さんです、よろしくお願いします。なんかすごいね、ちょっと共鳴してる感じするね、なんかがね。いや俺今日ね、さっきから言ってるんですけど、これ本当計らんだじゃないかってさっきから言ってるんだけど、音が、まあ、とにかくすごいんですよ。じゃあ今度はね、指でサウンドフル真上、ほら低音 めちゃくちゃ出るんだけど、高音もすっごい澄んで、うろブリジョリ、ネックよりピック使ってみますね。ピック使うとやばいよこれ。すごいいい音。あのヘッドウェイの僕はね、個人的に思ってるのはやや硬質のね感じがするんですけど、これもやっぱりそんな感じしますよね。でもやっぱりね、40年以上経ってるから、硬質、一言で言うと固めって言っちゃえばそれまでなんだけど、硬いんだけど温かみがある、そんなサウンドですね。気持ちいいんだけど、指でもさ、このめっちゃ気持ちいい、これいやー、これヘッドウェイファンだけじゃなくてね、アコギファンちょっとチェックしてほしいですよ。これやばいな、これ。じゃあね、もう待てないでしょ、お値段先言っちゃうよ、もう先っていうか、もうだいぶ経ってる時間ね、 A さん経ってるもん多少。はい、じゃあお値段発表いたします。あのね、今のヘッドウェイの国産オール単板のやつね、 HD の115、定価ですと税別で19万5000円からかな確か、これそちらがなんとですね、もうヴィンテージですよね、ある意味ね。1980年製のこの貴重な限定100本のこのモデルが、先ほどの当時のハードケースがついて、お値段なんと税込みで19万8000円です。よろしくお願いします。これさっきね見たら1本どっかのサイトで出てたんですけど、23万くらいでした。あえて当店は必ず一応チェックして、予想より確実に約束してます。なぜ19万8000円なのかというと、まあそのぐらいが適当かなと思ったのと同時にですね、1980ですからね、1980年ね。 A さん分かった、そういうことなんです。はい、さあということで、これはね今日もね、やっぱりもう殺到するかもしれないんで、お早めに一つご連絡ください。最後にですね、1980年の、ヒット曲は何かなと先ほど検索しましたら、これ前も確かやったと思うんだけど、 A さん覚えてる？80年の覚えてますね。あの1年間で一番売れたレコードはモンタ&ブラザーズのダンシングオールナイトなんだよ。ダンシング、こんな感じだっけ。生まれたって、やらなきゃよかった、すみません。意外とファンがいるかもしれないけどね、怒るかもしれない。ちなみにあの第2位のヒット曲は久保田早紀さんの異邦人なんですよね。
いい音する、もうもちろんいつもいい音するって僕は思ってやってるんですけど、これは本当にね、低音の感じと高音の感じとバランス抜群だと思います。抜けもいいし、やはり貴重ですよね。1980年製限定100本、ね、このプレートが非常にかっこいいと思います。ということでどうぞお早めにねご連絡ください。ということで本日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。課長、業務上チャンネル登録はした方がいいんですよね。